もっと聞いてね MBS。 さあ今朝のおばあちゃまは、久々にねお若いおばあちゃまでございました。はい、72歳となったらお若いですからね。そうですよ、最近もすごくこう、はい、そうですね、90代のおばあちゃまもいらっしゃる。確かにあの人口動態見てもお元気なおばあちゃまがたくさんいるという。そうですね、平均年齢も上がってますからもん、ね、上がってきました。男はしっかりせえよというのほんまに。いや男性も上がってきてるようですけれども、けどもやっぱりでもやっぱり女性が ね女性を守るというのが男じゃないですか。そうです、守ってください。え、いや、なんで私たちを守ってください。女性ですよ、私。え、こんな太い人嫌やで。いや、どういうことですか。太くても細くても女性でございますので。そりゃそうです。しかし女性がね元気な国というのはやっぱり栄えるんでしょうね。そうですよね、はい、どこの国でも。だってあのこうやって、ま、世界はまだまだ落ち着いてるよう、はい、でもまだ動乱があったりするときに、見てくださいよ、赤ちゃんを抱っこしてね船から降りる人とか、はい、他国へ渡る人とかもたくさんいらっしゃるんですけども、今日はなんとねまだお若いというか、はあ、へえ、僕より下ですもんね。そうですよね。おはようございます。おはようございます。リツコさん。はい、そうです。まだお若いですね、おばあちゃまになられて。え、そうなんですか。いや、そうなんですかって。27歳。はい、72歳です。綺麗なお声で。初めてです、声が綺麗って言われたのは。いや、綺麗ですよ。ありがとうございます。好きって言ってみて、エイジ好きって言ってみて。エイジ好き。いや、そんなんじゃない、もっと感情込めて。朝のこんな早くからでもいいんですから。エイジ好き。あのね、今の好きっていうのは本当にあの多少なりとも心はね僕の方に向いてくださったんですね今。はい、そうですね。はい、うわー嬉しいな。やっぱりね朝のこういう会話が一番大事なんですよ。あ、そうですか。ほな一日だってね、はい、リツコ、リツコ、はい、おい、朝ごはんは用意してあるだな。まだです、ちょっと待ってね。ちょっとって、おい、もうこんなもん、おい、ほじゃもうええわ、ちょっとお茶くれ。はい、じゃあお茶を。今すぐできるのに、ご飯。もうそんな言うたって、そんな今すぐったってな、うん、俺起きたらもうすぐ食べたいねや。ごめん、今日は忙しかったので。朝おはよう。そんなんだったらお前ちょっと早起きたらええやろが。そうやね、ごめんなさい、明日から早く起きるわね。あー、オッケーオッケー、分かった分かった、そんならいいわ、許すわ。はい、ご機嫌直してください。もしもし。すごいですね。あの、すいません、台本ないんですよこれは。あるわけない。リツコもすごいけども、これあのちょっと待ってくださいよ。はい、摂津にこの別府、南別府町というのがあるんですか。別府町って読むんです。これ別府と読むんですか。別府って書いて、はい、はら、別府と読むんですか。はい、へえ、それで一軒家ですかこれ。いえ、あの公営住宅です。公営住宅。はい、そしたら隣との壁が薄いんちゃう。隣の声なんか聞こえない。あんまり感じたことはないですけれども。感じたことがない。はい、そしたら周りはあのリツコのことはあまり関心を持ってませんね。でもあの隣さんね、自治会ちゃんとありますし。ああ、そうかそうか。はい、しかしこれ 2,3 日ねちょっと風邪気味ですのでって言っといて、はい、それで私ちょっと静養してますんでって言って、あのご心配のないようにってちょっと言っといてくれる。でごめんなさい、もう年を取るとね反応が鈍くなりまして、おっしゃってることがちょっと分かんないんですけれども。あのね、こんなこと二度も三度もいい、一生懸命ね、はい、いいですか、はい、あの一人ということをお隣にね、はい、まあできれば向こう三軒両隣に言っといていただいたら、僕誰もちょっと陰に隠れながらね、そっと誰も歩いてないなと思った時、すっと律子の家にね、はいはい、入らせました。そう言っときます。言っといてくれる。はい、そして携帯はまた後で教えるから。はい。いやいや、僕だって寂しいからね。そのそう、お仕事、お仕事がお忙しそうだから
大丈夫じゃないんですか。いやいや、そうでも、まあ、透明班は走り回ってるんです。昔と違ってちょっと小さい仕事が多くなったもんですから。そうなんですか。だけど大事にね、お断りもせずにでリリアンリリアンでてめえでしんどいからとかこんかったりするからね。あ、そうなんですか。うん、今日はね、うん、そうするとちょっとお聞きしますか、あのお相手はいます。何？旦那います。ちょっともう一回電話かけ直すからね頭からかこんなもんてっきり一人やと思うじゃないですか。あ、すいません、あのなんか、あのね、はい、あの妹さんからのね、はい、お便りなんですよ。はい、そしたらそんな夫がおるとかなんとか書いてないんですよ。あ、そんなことは書いてないんですか。そんな、ああ、義理の兄貴は子供と3人で暮らしてると。え、今は義理の兄貴って書いてあるからびっくりして、そのそれがねえ、律子の男とは思わなかったですよしょうもない男の。それはすいませんでした。妹によく言っときます、ちゃんと書くようにって。そしたら妹さんはお一人ですか。そうです。え、はい、妹はご主人いらっしゃらないの。はい、いません。妹の家の電話番号ちょっと教えてくれるええ もう、うん、もうそちら分かってると思いますよ。うん、分かった、うんうん、一時期ね、こういう背番号つける人がメジャーリーグにおりましたけどもな。はい、や、妹さんはそしたら少なくともね、はい、60代ですね。そうですね、でももう近くなりますよ、うん、70にね。ああ、そんなもんいいですわ、もう僕は80に近くなるんですから。え、そうなんですか。え、なんで。あ、まだ76ぐらい。いや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 、だって律子は21年でしょ、昭和。そうです。僕はもう15年ですもん。あ、そうです。の早生まれ。主人と同じです。知らんちゅうね、そんな男のえ、すいません、あのすいませんけどね、はい、今度主人の話したらブスッと切りますよ電話で妹のにかけますよ。はい、わかり。ダメです、ダメです。なんでダメなの。切らない、切らない。なんで、あなたね、はい、あのちょっと待ってくださいね、りっちゃんね、はい、これあのアシスタントしてくれてるのがねもう席を買ってね、これ一応ね、はい、年取ってるだけなんですよ、アナウンス部で。どういうことですか。まあ年は取ってますね確かにねだからね、あのなんちゅうの、僕らがもうむちゃくちゃ言うでしょ、はい、そうすると聞いてる方に毎日放送そんなんかって言われたらいかんって言うんでね、お目つけ焼きで座ってるんですよ。あ、そうなんです。まあそうですよ、やかましや、もちろんね、だけど放送というのはそれぞれね、あの規定があったりして、はい、ね、使ってはいけない言葉とか ね、 そうですよね、人を傷つけるようなことを言ったりすると、はい、僕らはあの基礎ができてないじゃないですか。そうなんですか。そうです、放送の基礎が、はい、むちゃくちゃ言えるから野球の基礎はねバッチリですもんね。その基礎がね、間違い取ったから大とか長島みたいなと戦わないかんのやねえ、りっちゃん、はい、りっちゃん野球わかるんですか。ちょっとあのね、ごめんなさい、あんまり知らないんですよ。はあ、じゃあ僕でも主人が阪神ファンで、あ、ごめんなさい、また言っちゃいました。阪神ファンで、うん、あの野球の放送よく 見てたんです。ああ、そうなの、ナイターとかね、はい、毎朝テレビでね、はい、はあ、申し訳、僕はもう関係ないんですけども、阪神が勝とうが負けようがね金本がかわいそうやなと思ってもうやりますって言った途端に最下位になってしもたからねえ、うん、ねえ、大変です。いやいや、あのそしてまたね、今度もう矢野がやるからもうみんなが期待するって、そんなね、え、こんなん言ったら失礼ですけども、はい、もう律子はずっとあれでしょ、あの男を、あのご主人と、はい、ご主人なんちゅう名前だったっけ。テルノブです。テルノブ、はい、光にあのテル、いえ違うんですよ、シンギルに。え、しごめんなさい、テルってね、うん、何日の日ありますね、その下に光って書くんです。ああ、テル、はい、これをテルって読むんだ。そうなんです、はい、ノブはノブはシンギルです。ああ、へえ、いい名前じゃないの。うん、それで、え、信じてたのずっと、え、テルノブを今までそうです。あ、もうありがとうございます。それがね、本当に立派な奥さんの条件ですよ。そうです
そら男がねそんなんね一生かかったってそんなん一人の女で済むっていうようなことはないですから、うん、ねえ、もしもし肝心な時には寡黙になって答えにくいです。答えにくいということはあのそんなちょっとこう不信を持ったこともあるんですか。やっぱりないです。ないないです。そんな大きな声で言わなくて普通でないですよって言ったらいいのにないですって。いやいやそれはおかしい。いや坂東さんと違いますから。やかましいわそんなん言うたら中日と今度新監督になったやつなんかも女子アナに一番初め野球選手として手出したやつやでそんなもん。そうなん、そんなこと言っていいんですか。言ったって事実はいいじゃん。すいません私野球音痴でわからないです。お父さんに聞いてみて私こんな情報知ってるのよっつって、はい、聞いてみますね。テルノブ、はい、そして終わったら言い終わったらテルノブ好きって言ったらテルノブはアホやから。ああそういやいや、え？それでこんな時間もあるんですけど恋愛？そうです。え、こんなテルノブがリツコ好きって言ってきたの？そうです。え、職場？それとも？いえいえ、誰かの紹介で？そうです。うわ、そして手を握ったのは覚えてるでしょ？もう忘れました。やかましはどこで場所はもう忘れました。もう私72歳です。あのね、僕もうボケも来てるんです。何を言ってんの。そんなことは絶対忘れない。女の執念として。いやそんなことないです。忘れました。そしたら道歩いてる時にね、外でこう抱擁してきたというかちょっと背中を 手を回したりしてかもわかんないですね。かもわかんない。まあこの律子の嘘つきは。あ、ごめんなさい、横に照ノブおるの？いやいません、出かけてます。何なんだったら言うて、これ朝早くから出かけてるんだったらそうです、 朝早くから散歩です。ああ、しかしこれすいませんけどね、律子さんがひょっとしたら三姉妹なんですって。そうです。そしたら一番上のお姉ちゃんだ。そうなんです。ああ、そして三つ子はまだ結婚してないの。はい。はらー、これ三つ子に帰ろう帰ろうね、初婚でしょ今度。そうです。僕と結婚したら。そうですね。はい。あの資産はどれぐらいあります？はないんですよないんですか。この話なかったこと、それが残念ですねこの老後二人でねのんびり暮らそうと思ったらまだ働かないかんような人くどいたってしゃあないもんな。そうですよ。いや何を。そうですよ。その点いいな、律子はちゃんとご主人が。そうですね。ねえ、はい、照信がいて、うん、それでやっぱりあの今でも言います、あの好きとかいうようなことを言葉出します？うん、出さないですよ。もう坂東さんはあれですか、奥様いらした時はそうでしたか？いや全然。もう50過ぎたらもうね、空気みたいなものでしょ。いやうちは違いましたね。あ、いや羨ましいです。いやいや、ガラガラって開けたっておかえりなさいって言うだけで、あとはもう自分の好きなテレビをじーっと彼女は見てました。なんか言うとあの突っ込みたい、なんていうのは探りたくなるんでしょうねだから無視してたというか。あ、そうなんですか。だって僕呼び間違うことがあったからね。なんで？なんで？いやいや、いやいや、あるでしょう。そんなことなかったですか今までに。なかったですよ。え、ないですよ。てる、え、ないですよ。じゃあご主人を呼ぶときは なかったと思いますけども、はい、ご主人アホで、アホ、いやいやいや主人もないですよ本当に。ほじゃ幸せやないりっちゃんね。 えそしたらもう早いこと、はい、ね、別れようと思っとったことを頭から消してもう最後までご一緒になっててくださいよ。ありがとうございます何もしても口説けそうもなかった。どうも今日は今朝早くからありがとうございました。いいえ、こちらこそ。あの照信さんにもよろしく、はい、言っときます。活躍、はい、お祈りしてますね、はい、また頑張りますので、はい、失礼いたします、はい、ありがとうございました。